はい、どうもカオスマイスターと申します。はい、今日はですね、早朝の6時に、吉野家さんに会ってきました。牛丼特盛を朝ごはんに食べます。生卵トッピングです。そして、牛丼オンザ、紅生姜オンザ牛丼、紅生姜を牛丼の上に、いや本当は夏、本当汗をかいてるから体からどんどん塩分がなくなるから、皆さん水分を取るって言ってるけど塩分も取った方がいいですね。うん、小村帰りになるんで、はい、この量ですよ。この量の生姜を乗っけて食べる牛丼が私は大好きなんですね。はい、でよし、朝は吉野家、昼は松の家、そして夜は松屋です。牛丼ヒレカツ&ロースカツ定食&牛焼き定食、これはカオスマイスターフルコースですね。855円と790円と990円ですよ。これがカオスマイスター一人飯です。三崎一人飯さんの動画見てねえな、そういえば忙しくてね、うん、10月3日から見ようかな。いや、まあ、親も行けてないな。最近は本当、松屋、松野屋、吉野屋、万来、堀内みたいな感じですね。こんな食生活してたらいつか死ぬわな。橋本慎吾さんも40で死んだから、カオスマイスターも40で、死ぬんで、皆さん応援してください。ということでね、シェリーショットさん、
はい、どうもカオスマイスターです、はあ、やっと仕事終わりました。今、これティラミスアイス食べてます。ぼやけてるな。ピントこれに合ってねえな。これうまいんですよ。あんまうわ。シャリシャリ食ったこれ。